います。今日は高取やってきてますけどね、吉野の方も見えますけどね、吉野口かね、吉野口も見えます。それからこちらの方が高取の町役場があの辺かな。でずっと東に来ると飛鳥村ですけどね、全然見える高野街道でございます。塚明神古墳、え、塚明神古墳、違う違う、わしが行くのはね、その前に御神谷天皇陵行くんですけどね、草壁の巫女さんの墓なんですけどね。あ、どういうことかね、そういうことか。御神谷天皇陵はどうもね、違うんじゃないか言われてるんでね、塚明神古墳の方がね、神陵じゃないか言うてね、言われてるんやけどね。じゃあそれもいっぺん、そうやね、後で研究所行ってみようか。この後ね、研究所寄ってみましょう。昔々行ったことあるんだけど、研究所ね、あっこに石棺の模型かなんかなかったかな。さあ行ってみましょう。あら、ここから見えるやん。ここからほら、もう見えるかな。これね、これ御神谷天皇陵でございます。あれ、のろし台だったかね。のろし台、あれ、のろし台だったかな。あの頃もね、飛鳥時代も大変だったんで、今の現在のね、世の中と一緒でね、今ロシアがウクライナを攻めてるけど、あれは白村江の戦いかな、あの後に飛鳥に向けて九州からね、のろし台ずっと作ったんですけどね、何キロやったかな、大体20キロぐらいの間隔で作ったということですからね、かなりの数あったんでしょうね。大体3人も4人も貼り付けて大変だったみたいですよ。あれはいつかね、あれは三位名天のが亡くなった後ぐらいかね、白村江と。今現在はね、この上からこの上からね、衛星を飛ばしてるから、日本もね、7基やったかな、そこから見てますから、そんなことでもないけどね、大変でございますわね。2、3日前は中国軍とロシア軍のね、爆撃が日本一周してましたから ね、ちょっときな臭くなっとるけど、まあそういう歴史もあるんでね、日本もね、昔怖い思いをしたみたいやけど、攻めてくると思ったんやろね。これのろし台かね、これ古墳かね、わからんね。まあ見た感じは古墳やな、これ。御神谷天皇陵の看板かなんかないんかね。せやな、御神谷天皇陵が8メーター。塚明神古墳が380メーター。これまっすぐ行ったら塚明神古墳行くんやね。御神谷天皇陵は調査してないんかな。ああ、天皇陵だから、宮内庁管理で調査できへんねんな。そういうことでございます。今日何回か来とるけど、いつもね、こう、なんか掃除してあるんだけど、今日はやってないから、ものすごい音ばっかりするんだけど、今日やってない、珍しいね。お、ここ舗装されたかね、これ。これ神社でございます。これ鳥居、これ、ちゃうね。鳥居、あの奥にあるのか。あの奥にある鳥居はね。はい、鳥居よりもね、今日はこっちに挨拶しとこう。ご挨拶は御神谷天皇陵でございます。回れるのか、これ回れないやろな、これ。あとちょっと覗いてみようか。お、誰もいらっしゃらんか、行きよう。はい、御神谷天皇陵内部休養でございます。あ、一応ね、あの柵なんか作ってあんねんけどね、これ斜めはね、正面から見られへんのかね。残念でございましたね、正面が見えませんね。回ることできるかね。ああ、無理かな。あ、上がれるかね。ちょっと見せてもらいたいんやけどね。ちょうど草刈った後やから行けるかもしれんな。ちょっと下から、横から、ちょっと歩いてみようか。
マウンドは見えないかね。見えない。あ、上、ちょっと見えないね。菅明神古墳に行きましょう。見えないね、これは。菅明神古墳も、残ってないんだけどね。石器とか石灰は残ってないんだけどね。ここから400メーターぐらいですわ、離れたんですね。何段あるかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。春日神社でございます。春日神社、はい。いやー、90段ぐらいのかね。失礼しました。ちょっとしかないと思ってやがってきたんだけどね。ね、あっこの中に神社がありますね。前に明治天皇が来られたということで火が去ってなかったかな。何、神武天皇何て書いてあるの。これ明治天皇。はい、ありがとうございます。じゃあ肝心の明神古墳見てみましょう。これございます。もう何にも残ってませんからね。石室も開いてないやな。これがね、反対側に行かんと説明書がないんですよ。え、いつも祀られてるんやけど、今日は花は祀られてないね。ね、どうしたんだ。珍しいね。ここに看板がございますからね。菅明神古墳、はい、ここにある。ここやっぱりね、ここにね、草壁の巫女団の可能性が高いんやで、書いてあるんやけどね。お、ここ入れるじゃん。だから、これが開いとるとすると、石室はこちら側に向かっていかないよね。開いてないね。反対側から見てみましょうか。で、この塚をね、持ってあるんやけど。何にも残ってまへんか。この模型がね、おそらく可視光景にあるというような話だからね、ちょっと今から行ってみましょうかね、模型見にね。はい、その模型はかなりね、精巧に作られてるらしいけど、昔行ったことあるけど、さっぱり興味なかった時やからね、分かってないね、何が何だろう。昔からあったもんかなかったもんか分からんけど。そんなこれ終わったらちょっと行ってみましょうかね。いやー、歩くだけでも大変やけど暑いから。はい、ありがとうございました。一通り行くから。1、2、3。